ビーワールドカンファレンス2022、国引きメッセの大会議、あと国際会議場からですね、司会をしております私石原がサブ会場の大展示場に移動してまいりました。こちらの会場ではですね、ルビープリスプナチナ協賛企業によります、展示ブースが並んでおります。こちらはですね、私リポートしてまいりますので、どうぞご覧ください。まずこちら M3 株式会社様でございます。遅れてなんか放送してます。はい、すいません、お邪魔します。はい、はい、M3 の鳥山さん、はい、話し家さん、はい、こちらはですね、今日はどんな展示をされてるんですか？今日はですね、こちらご覧の通り、あのルビーのクイズをですね、はい、弊社ブース内で実証させていただいております。はい、あのこの一見プログラムともコードともわからないようなやつを実行するとどうなるかっていうの、プログラマーならわかるよねということで、はい、まあ正直難しいんですけれども、クイズということでお答えいただければなという感じです。やっぱクイズに参加するとなんかいいことありますか？はい、ですね、弊社の方で技術同人誌というものをお手製で作っていて、はい、今回お持ちしております。はい、ですね、参加賞としてこの M3 テックブックといって、弊社テックブログやっているんですけれども、はい、そちらの記事を印刷したものを、はい、参加者全員にお配りしているのと、はい、そしてですね、全問正解した方にはなんと、お、分厚い、はい、テックブック、こちら以前技術書店さんというイベントで有料で配布させていただいたものなんですけれども、はい、こちらをですね、あの正解者の方にプレゼントさせていただこうかなというふうに考えておりますので、はい、ぜひ皆様ふるってご参加のほどいただければなというふうに思っております。限定で、ね、ゲットできるということですので、ぜひお立ち寄りください。はい、こちらはですね、医療用の何ですか？医療に関するシステムなら何でもやっていますというところでして、はいはい、例えば M3.com っていうサイトがあったりするんですが、これはもうお医者さん向けのヤフーですみたいな感じでですね、よくご案内させていただいていて、はい、医療関係者の方にこう登録をいただいて、いろんな情報をお届けするポータルサイトです、をやっていたりですとか、あるいはその電子カルテですとか、あるいはお医者さんにこう Q&A で質問ができるサイトですとか、あ、いいですね。そういう医療に関わるプロダクトっていくつもあると思うんですよね、 IT で解決できる、なんかそのあたりをですね、広く手掛けさせていただいているっていう感じになります。はい、そちらにご興味のある方ぜひご注意ください。ありがとうございました。お待ちしてます。ありがとうございます。はい、M3 株式会社様のブースでした。さあ、それでは隣のブース行ってみましょう。株式会社ネットワーク応用通信研究所の、ブースに参りました。なんかあのくつろぎながらしゃぶ台でお仕事をされている方いらっしゃいますが、もしかしてこちらの方は、はい、M ルビーの開発者です。はい、今回の、ね、実行委員の副委員長でもありますね、はい、こちらの井上社長でございますね、はい、社長の井上です。はい、本来はですね、あの松本さんがいつもこうここに戻ってきて作業をして、また講演を聞いたりとかしているんですけど、かなり松本さんに出会える確率の高いブースと、はい、展示物が松本さん、メイン展示物が松本さん、はい、今日はちょっとあの代打で、そうなんです、ちょっと抜けてまして、はいはい、こちらはどういうな展示、まあ展示、一番の展示ということですけども、そうなんです、何かここクッキーがありますが、そうですね、はい、クッキー、こちら の, あのルビークッキー、あのルビーの形をしてます。本当だ、はい、はい、で、NACL なんで一応塩クッキーとして、なるほど、藻塩が使ってあります、島根の、はい、はい、島根の藻塩入りのクッキーだそうですね、はい、甘くない仕事はどうですか、甘くないですか、どうですか甘くない甘くないそのしょっぱさがまだ癖になるかもしれませんね。はい、あの缶詰に限りがあるかと思いますので、お早めにお越しください、はい、またなんかこの地酒が置いてあるのは、これちょっとこういうお土産もあるので、ぜひ探して帰ってくださいっていう紹介です。そうですか、はい、島根の PR も兼ねて、はい、はい、そんな瀬崎さんは、はい、あのワインがお得意なんです。そうそう、全然日本酒じゃなくてすいません、はい、でも島根にもね、いいワイナリーもありますので、はい、そちらのことをもうちょっと聞きたかったら、ぜひこっちのブースにお立ち寄りください、うん、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、株式会社ネットワーク応用通信研究所様のブースでございました。
はい、では隣のブースに行きましょう。はい、株式会社キューピックの、ブースに参りました。はい、お皆さんお揃いの、ね、あのトレーナーで、はい、もう見た感じでもすぐ分かりますよね。はい、こちらはどんな展示をなさっているんでしょうか。はい、私どもですね、デジタルマーケティングの領域でメディアを100個ぐらいこう持ってるんですけど、今回そのメディアのバックヤード側で Ruby on Rails を使ったアナリティクスの開発をしています。で、今後そういった開発を担ってもらうような、まあ、エンジニアのブランディングを中心に、はい、特にこのエンジニアにとってキュービックを理解してもらうっていったところを今回中心に展示させていただくのと、あと現在開発中の新規プロダクトの3ビーというのがございまして、はい、こちらの方のなんかプレリリース的なところで皆さんにご説明をさせていただいているところ2点でございます。感謝の気持ちを送り合えるサービス、はい、ちょっとどういうサービスなのか気になりますが、詳しい言葉、はい、ぜひこちらのブースでね、直接ね、聞きに来ていただきたいなと思います。はい、あと何かもらえるものがありそうですね。はい、いくつかありまして、はい、まあ、推しはですね、はい、このレンズクリーナー、あ、いいですね、綺麗。当社の、CDO デジタル、あ、デジタルじゃないデザイン、デザインオフィサーが設計デザインしたものでございます。はい、素敵。あとサンビステッカーとボールペンを、はい、ご用意してます。はい、ボールペンもありますよ。こちらも早い者勝ちですので、ぜひお立ち寄りください。ありがとうございました。はい、では隣のブースね、はい、先ほどは株式会社キュービックさんでしたね。株式会社デリックさんやってまいりました。お、なんともPR まんまんまんですね。はい、こちらはどんな展示をなさってますか。はい、弊社は新規事業を事業にしている会社でして、はい、こちらの、紹介だったりとか、はい、あとは、弊社北島が著者の新規事業開発マネジメントという本を、こちらを先着順で無料で、え、無料で、はい、なんとこの著書は無料で、はい、こちらを、はい、あと何名様分ぐらいあるんでしょうか。あと、はい、あります。まだあるそうです。30冊、はい、半分くらいなくなって、はい、もうだけど、ね、初日で半分ということは、はい、ぜひお早めに、ね、お出しいただきたいと思います。はい、私気になったのはこのまたのれんなんですけど、はい、こちらなんですけど、弊社が先月ぐらいに、松江の方に拠点をオープンしまして、そちらの拠点の入り口に飾ってある、松江イノベーションスクエアっていうのれんを飾って、はい、させていただいてます。なるほど、はい、こうなんか松江の、はい、和の雰囲気、そうですね、城下町になんとなく合わせた雰囲気です。はい、そうですね、特にこう入り口が赤色と、のれんの赤瓦のイメージした入り口になってて、はい、そこにこれをかけているので、ちょっと島根をイメージして。場所はどの辺り？西帝松江ビルっていう駅から、徒歩5分ぐらいのところに開設していますので、はいはい、そちらの方もね、またぜひお立ち寄りいただきたいですね。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、また詳しいお話はこちらのブースにお越しください。はい、株式会社デリック様でした。ありがとうございました。はい、では続いて隣のブースに行ってまいりましょう。こちら、GMO ペパボ株式会社様でございます。はい、こちらはハッピで。はい、これ何ですか？これは弊社が作ってるすずりというオリジナルグッズを、はい、その画像をアップロードして、はい、こういう風にいろんなキーホルダーとか、クリアケースとか、はい、シャツとか作れるんですけど、はい、まあ、それの新しいワークシャツというアイテムのサンプルです。はい、こちらもペンケース、はい、ペンケースとかに使いますね。はい、お、本当だ。はい、いろいろ実際に、ね、作られたグッズをご紹介していただいているようですね。はいはい、このすずりというのは、はい、こちらのパンフレットもございますけれども、はい、いろんなグッズを簡単に作ることができる。そうですね、はい、インターネット上で画像をアップロードするだけで、はい、T シャツなどマグカップなどのオリジナルグッズを誰でも簡単に一つから作って販売ができるという、一つから在庫を持たないで売れた分だけこうなんて、まあ、発送されるような形になってます。それはいいですね。はい、じゃあ誰かのなんかお誕生日プレゼントだったりとか、ね、なんか記念日と か、はい、なんかそういう一個ずつからでもね作れるっていうのは本当にありがたいです。はい、はい、そしてなぜかなんかお菓子が置いてありますが、これはちょっとコーヒータイムなので、はい、
菓子をご用意しました。はい、今ね、あの、はい、コーヒーブレイクで大展示場の中では皆さん、はい、コーヒーを召し上がっていただいておりますけど、どうでしょうか、コーヒーのお供に会場の皆さんね、ぜひお越しください。そして、ね、稲葉の白うさぎ、ね、鳥取の和菓子、それからこちらはですね、どじょうすくいまんじゅう島根の山陰のお菓子を用意してくださいました。今日来られなかった方、 YouTube 配信ご覧の方はまた実際にいらしたらお土産屋さん全部売ってますのでね、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。ジオペパボでした。ありがとうございました。はい、はい、ではまだまだですね、たくさんのブースがございます。はい、明日のランチタイムにご紹介させていただきますので、楽しみにお待ちくださいね。はい、今日は GMO ペパポ株式会社様のブースまでご紹介いたしました。明日もどうぞお楽しみに。